ユーシャンルシャガチャ100年引いていくやつ。はい、ということでタクトに実装された3人目の勇者はアンルシアさんです、ということで、まあ勇者といえばね、もうザ勇者ソロですよ。はい、ソロといえばやはり2つですね。こちら天空の剣撃、これによって相手にかかっているバフをすべて解除してしまう。そしてですね、特性の状態異常全無効っていうんですかね、まあこちら、導かれし者ですね。戦闘中に3回まで状態異常を解除してしまうんで、まあ実質状態異常無効と。このね、なんかこの、綺麗な戦い方っていうのかな。状態異常は受け付けません。敵のバフは全部解除です！ 3 ターン目にビッグバンドンみたいなね。なんかすごい綺麗な勇者っていうのが、このソロのイメージなんですけど、今回の勇者アンルシアは、泥臭い勇者というような感じに見えます。結構ね、こういうキャラクター私好みなんですよね。はい、ということで、またですね、一通り性能を確認してからガチャ本日は100連と S 確定を引いていきたいと思います。で、今回重要なことなんですけど、アンルシアは基本的に貫突行くつもりはありませんし、今日ね、まあ、万が一 S 角でも引けなくて100連でも引けなかったら150連の天井まで行きますね。で、天井で1枚だけ取った場合、明日以降ガチャ引きません。もう1枚で撤退です。まあ、ただ今日もしね、2枚とか3枚引くようなら、まあ、300連の天井ぐらいまでは行ってもいいかな、みたいな。400連以降は引くつもりないですね。はい、ということで、ぜひね、デレデレで来てもらってですね、300連までに貫突できたら嬉しいな、なんて思っております。ということで、まずステータスからなんですが、まあ、ステータスはザ・勇者っていう感じですね。全体的にかなり高くて素早さも攻撃力もかなり高い。移動力3、ウェイト65。いつも見たやつですよ。そしてですね、早速泥臭いところがこの基本特性の復活の勇者姫。HP が0になった時、戦闘中3回まで HP1 で耐えると。しかも HP1 で耐えてる時に、彼女は特性とかスキルで自分の HP を回復することができるんですよね。そうしたら、また HP 回復しちゃって、回復したダメージをなんとか削り切っても HP1 でまた2回目耐えるみたいな、とんでもない泥臭さを誇っております。まあ、その他、スキルパネルの特性で、高潔な意志、一部の状態異常耐性を半減にする。まあ、これ、眠りとか麻痺とか混乱とか、まあ、すべてですよね。ほぼすべての状態異常が半減です。ソロは無効だったんですけど、半分入っちゃう。けど死なない。この泥臭さがアンルシアなんだと思います。はい、そしてグランズニスの祝福も強いですね。自分が攻撃した時、最大値の 10% 自分の HP を回復し、最大値の 4% 自分の MP を回復する粘り強いタイプになります。そしてスキルパネル特技、剣手の精準ですかね。範囲内に火ダメージ 10% 軽減、そして余ダメージ 10% 上昇、軽減と上昇、両方できるでっかいマスを作ります。そして必殺技が雷鳴一閃。まず縦一列に 400% の電位、横一列に 200% の電位、まあ、真ん中に 600% って、まあ、これも普通の勇者の必殺技って感じですよね。そして特技一つ目、射程4マスの無属性物理の混乱が出ました。これは強いです。常に強いんです。はい。そして二つ目がディバインスパーク。これ範囲内の敵すべてに攻撃力依存の反射負荷のデイン属性の呪文大ダメージ。これちょっとね、ソロのギガソードと被って見えるんでね。まぁ、ちょっとデインが多めっていう感じですが、このロイヤルソード。こちらがですね、敵一体に射程2で 400% のギラ物理を与えられるということで、まぁ、相手にソロがいた場合、これで一撃ですね。まぁ、さらに与えたダメージの30% 自分が回復するんで、まぁ、ソロの方が勇者としての完成度は高いように見えますが、ソロと、アンルシアが対面したら、アンルシアが強いっていう感じになってるんですかね。つまりアンルシア強いやないかーい。ねえ、泥臭くて。本当にね、うわー、30% の状態異常入れられちまったよーとかね。HP1 で耐えて、そっから大ダメージ返して逆転したよとか、なんかこのタクティカル対戦の部分をよりね、盛り上げてくれる。人をこう、熱くさせてくれるような性能に感じますよね。一突で、10ターン目までの奇数ターンの行動開始時、攻撃、守備、素早さ、賢さ、全部一つずつ上げる。これもいつものやつですよね。勇者が持ってるやつ。そして3突で諦めない心。行動開始時、自分の HP が 20% 以下の場合、自分の攻撃力とか、火力を 1.5 倍にします。回復も 1.5 倍にするんで、HP1 で耐えてる時の彼女がめっちゃやべえんですよ、ということですね。
はい、普通にワクワクする性能ですね。じゃあこの S 確定は後で引くとして、こちらから参ります。100連参ります。万が一100連で引けなかったら、今日150連まで行ってもう引退や。いや、引退ってガチャ引退ね。参ります。来い。今日の引き次第では貫突まで見える、そんな大切な一日です。へえ、こういうね、まあ、制約じゃないですけどね。まあ、自分の中でね、こうだったら引き続けるけど、こうだったらやめって決めた時のガチャは熱いんですよ。さあ、スライム4匹。金、いけるか？来い！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 来ない！スキップします。ああ、新キャラ出ましたね。ありがとうございます。よし。金の1枚目がピックアップキャラですから、虹の1枚目もピックアップでお願いします。20連目。ドン。虹頼むぜ。さ、どうだ？よし！いける！金！なんでだよ！青じゃやれない子なんでしょ？ちょっと、金3枚のとこまで連打で行ってみましょう。へい！おー、すっげえめっちゃ出るじゃん、ピックアップ。あー、スキップ。いやー。まだまだ行くぞ、頼むぞ！今日3枚引いてくんねえかな？今日3枚引いてくんない？今日3枚引いたら貫突まで見える。逆にそれ以外で貫突までのルートはそうない。来い！ない！いやー、弱い。スキップします、3人スキップ。一回戻ります。手巻き欲しいのか？手巻きアンレッシャーが欲しいのか？欲しい！この気持ち大事にして引く！欲しい！君が欲しい！お願いします！泥臭く戦いたい！俺好みです！はぁ、この状態以上 30% 入っちゃうのかよ！みたいな。30% だから当然かわしますよ！みたいな。はぁ、の感じ大好き。そして、スラクトある。これは、9割方あるんでしたっけ、虹。ミスんないでね。金以上。虹でもいい。よし、いける。もう大丈夫。とりあえず虹1枚目ね。出るよな。出るよな。よし。道中でももう1枚ぐらい出るんじゃないですか。いきます。来い！来ちゃえ！はい。はい、次ですね。よし！金からピックアップ出まくってるから、虹も当然一発でピックアップいきましょう。かい、あ、くそ、ダメか。あ、ダメですか。くそ、次。まあ、所詮5、6分の1ぐらいですからね。いやー、でももう50連目ですよ。もしアンルシアが私に微笑んでくれるなら、この辺で出してください。さあ、演出は弱い。スキップします。おい、めっちゃ出んじゃん。金からオークイーン。60% ぐらいでオークイーン出てない？じゃあ、もうアンルシアも頼むよ。じゃあ、二次さえ出ればアンルシアもいけるって。今日はピックアップいける日。オークイーンいけてるから。誰がオークイーンだ？すいません、一応言っておきました。アンルシア。いける！いける！このピックアップの流れのま、金だぞ、絶対金だぞ。よーし、よーし。あ、一枚、持ってろ。もう一枚出ろ。一枚ですね。いける、この流れいける、絶対いけるよ。近いよー。一瞬アンルシアかと思ったらジュリアンテ姉さんじゃないですか。ジュリアンテ姉さん今じゃないっす。今じゃないですよ、もう。プラス、いくつですか、俺のジュリアンテ姉さん。もうセラフィー使ってんすよ、自分。はぁ。アンルシア、引いてくれ、頼む。頼むよ。引け！引退したくねえよ。おい、マジ100連まで引けよ！引けよ！なんだよ、金世界行ってよ！なんだよ、これ！待って、頼むよ、もう S 確定までに1枚引いてよ、頼むよ。いや、頼むよ。弱い。
近、ああ、弱いよ。なんだよ、サッカー金ばっかよ。おい、なんだよ、くそ、なんだよ、2連続銀世界行ってよ、引けよ。終わっちゃう、俺のアンルシアが終わっちゃう。あんなにアンルシアのいいところ説明したのに終わっちゃう。あまあ、S 角がこの後2枚やります。 25% 2回勝負。うわー、行者あり、あー行者あり、引け頼む、引け頼むよ、引いてくれよ。 0.7% ぐらい自力で引けよ。150分の1なんて自力で引くだろ。引け途中でも出ろ。出ねえのかよ、なんだよこのガチャよ。頼むぞ、4分の1、来い。いやクソだこいつ。終わったよ、終わりだよ、終わったわ。もうこっちの S 角で引けなかったらもう今日50連追加して終わりよ。だよー、引いてくれよ、1枚ぐらい引いてくれよ。期待値1枚オーバーだろこれ。普通の運で1枚引けるやつやん。引け、2枚抜き、なんなら3枚抜き、ここで3枚抜きもあるでしょう、この確率なら。なんだよこれ、 0.7% って本当かよ、お父さん。なんだよ、やめてくれよ、やめろよ、もうやめて、これ以上やめて、やめろよ。なんだよこれ、やなんだよこれ、クソが、終わったよ、俺のアルシアガチャ。追加課金してくるよ、終わりだよ、クソ。なんだよ、4万5000使って終わりかよ今日で、クソが。マジ最悪だ。もう引いても引かなくてもどうせ150連目で1枚もらえるガチャ始まりました。クソ寒いガチャですね、こっからは。ドキドキのかけらもね、はあ、1枚ありますね。あー、でも引け、まだ間に合う。まだ間に合う。はい。イエス！間に合ったのかこれ。わからん。間に合ったかこれ。どうしようこれ。あ、どうしようこれ。どうするー、コメント欄で。いや、わからん。え？終わり、ルール上は終わり。まだ150連の天井で1枚だったら終わりって話だったから、110連、明日も残り90連、200連まで引く。いやこんなんダメだよな。いや、どうしよう。あー、くそー、なんだよこの悩ませ方。これが運営のやり方かよ、くそー。はい、ということでちょっとね、動画の時間でネタバレにならないようにね、少しちょっと他の話挟ませてもらうんですけど、まあ今ちょっと闘技場またやってないんですが、まあやっぱりね、このウェイト50の使いやすさ、マデュラ、セラフィー、バランですよね。ウェイト65ってやっぱり1キャラないし2キャラまでしか入れられないというのがね、ウェイトの常なので、まあソロをアンルシアに変えるか、って言うとやっぱまあソロの方がね、やっぱ勝ち筋が綺麗なんですよね。こう、詰将棋みたいな感じがあると言いますか。まあそれをね、こうぶっ壊してくるのがアンルシアみたいな感じにもなってると思うので、
まあ、ただそのソロを食えるのがアンルシアなんでね、使ってみたい感じはするんですが、まあ、今回は110連で1枚。もう夢も希望もないだろう。引きが良ければ300連目まで行きたかったですけど、やっぱりこれは、撤退ですか。ね。もっと運命感じる出会いをね、今日いっぱいできたら、ガンガン行きたかったんですけど、まあ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 、ガチャの醍醐味も一日で味わわせたと思って、味わせてもらったと思ってですね、今回は潔く、アンルシア様から手を引きましょう。とりあえず手巻きは無凸でアンルシアを持っているというところで、まあ、一キャラあるとね、このイベントの、装備品とかも集める気になるんでね、まあ、ちょっとドロゲータクとまた遊んでいこうかなと思います。ということで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよならー。